ユーロゲイマーは、コンピュータゲームのニュース、レビュー等に焦点を当てた、ウェブサイト及び YouTube チャンネル。ユーロゲイマーはイーストサセックスのブライトンに本社を置く、ゲーマーネットワークリミテッドが運営している。ゲーマーネットワークリミテッドは1999年に当時高校生だった、ルパートとニックのローマン兄弟によって設立された。ゲーマーネットワークは、 サイトがヨーロッパの独立系ビデオゲームサイトの中で最大の読者数を誇っており、トラフィックを ABC エレクトロニックシステムによる独立した検証に供する最初のサイトであると述べている。このサイトは主に英国とアイルランドのユーザー向けに提供されているが、ゲーマーネットワークはユーロゲーマーブランドを使用してヨーロッパの他の国々を対象とした他のサイトを運営している。 日本、または北米、NTSC リリースとの時間的な格差により、それらを使用して、レビューを書くようなものでない限り、レビューのほとんどは、ゲームの欧州版、または、パル版である。2015年2月、ユーロゲイマーは、ユーザーが点数のみで判断することを危惧したなどの理由で10点満点の採点システムを廃止し、エッセンシャル、レコメンディットファミリーの主要サイトである。 姉妹サイトの多くは2006年から2012年にかけて言語、国固有のサイトから始まった。ユーロゲイマードイツを皮切りに2007年6月にユーロゲイマーフランス、2008年5月にユーロゲイマーポルトガル、2008年8月にユーロゲイマーオランダ、2008年10月にユーロゲイマースペインとユーロゲイマーイタリア、二千九年三月にユーロゲイマールーマニア、 2009年5月に、ユーロゲイマーチェコ、ユーロゲイマーベルギーは2009年8月に、ユーロゲイマースウェーデンは2010年4月に、ユーロゲイマーポーランドが2012年11月に、設立された。2011年4月、ユーロゲイマーオランダとユーロゲイマーベルギーが合併し、ユーロゲイマーベネルクスが誕生した。ユーロゲイマールーマニアは2011年に閉鎖した。2012年11月、 ユーロゲーマーはヨーロッパ以外の最初のサイトブラシルガマーを設立した。ゲーマーネットワーク参加の他のサイトは以下を含むユーロゲーマーは2007年からデジタルファウンドリーチャンネルを運営している。デジタルファウンドリーはビデオゲームのハードウェアとソフトウェアを技術レベルから評価し、たびたび異なるプラットフォーム間で同じゲームのパフォーマンスを比較している。ありがとうございます。